大橋ジムの大橋会長は試合を振り返り一言、ブラボーでした会長記者会見直後、井上の元へ旗を持って失礼します。うわすごい、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。いや、もうお疲れのとこ、いや、もう本当にもうなんかもう俺マジでちょっと泣きそうなった。いや、今回は疲れましたね。ね、いや、だからそうかと思って、ここ最近のあの相手ってみんな勝つ気で来てたからいけたけど、正直あんまりもう勝つ気もない相手とやるのは本当に大変やったね。そうですね、結果だけを出せって言われたら本当に多分自分の中でも楽しい試合ができたんですよ。ただ勝ち方を問われると苦しい試合でした。すごかった。いや、でも俺は1ラウンド見た時に、あ、勝つのは絶対勝つなって確信できたけど、いや、これどんな勝ち方になるのかな、これだけ全然バトラーじゃなかったもんね。そうですね、全然でしたね。もういや会見も俺あの見させてもらってて、あの大橋会長のブラボーがめちゃくちゃ滑ってて滑ってない、滑ってないですよ。やっぱ滑ってましたね。滑ってないよめちゃくちゃ滑ってたね。それだけ見て俺は一人面白かったんですけど、いや、これもうドラゴンボールよ、ドラゴンボール集まったよ、集まったよ、これすごいよ、ガチャガチャやったらすごいからね、これ。しかもまだまだ増えていくっていう、もう本当もう感無量です。ありがとうございます。最後に一つ、はい、今日みたいな日は何食べるんですか。今日は、焼肉に行きます。すっげえな。ダウンタウンと行かなあかんもんね。行きましょうよ。いやいや、本当そうなのよ。本当にダウンタウンで行くっていうのはちょっとお約束があって、もう本当遅れちゃってるんですけど、はい、あとは今日本当大橋会長ちゃんと慰めて今多分頭抱えてると思うんです。ちょっと傷ついてる。傷ついてる。気にしてない。傷ついてる。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございました。よかった。でも俺ドキドキしてた、本当に万が一の万が一ってあるから、もうだからもうあれやめてよ、あの挑発みたいな、もうやめてよ、もうあんなんで、もし何か万が一、まあ、いや、セコンドからも言われてましたもん、ま、任せるけど、まあ、任せる、ガードはあげよう、いやいや、任せるけどって、もうああいうの怖いもんの、絶対やめてね、これからは。井上選手、世界バンタム級4団体王座統一おめでとうございます。